はい、こんにちは、カビです。今日も12月の15日なんですけど、これ稲です。何かっていうと、私稲作もやってまして、2015年から今年で4年目になるのかな。15、16、17、18、19、違う、5年目だ5回目の稲作を行いました。で、これね、取りためて冬に編集して一気にね、シリーズでこう出していこうと考えててまして、それでね、ずっと出さずに取りためていたんですけれど、それを、編集してね、どんどん動画を出していこうと思ってます。ただし、先に言っておきます。今年は、もう、ちっちゃな面積で、来年のね、種取り用として少しだけ、3種類育ってるんですけど、もち米と、うるち米を2つ、2種類。で、それを育ててる、で田んぼをね、他の場所に移転するので、もう種取り用としてだけ、育ててました。で、途中までね、非常によく育ったんですよ。はい、その様子またね、動画でお伝えできるんですけど、ただ、最後の最後で、まあ、事件が起きました。まあ、それは見ていってくれればわかるんですけど、で、そのおかげで、ほとんど食べるほどのものは取れませんでした。うん、で、結果、この、藁としてね、取れたものはね、まあ、これともう少しあったんですけど、まあ、私が抱えられる程度の、稲わらと、あとはその本当に、種もみ程度しか取ることができませんでした。そういう結果が待っているとご了承の上、この稲作シリーズをよかったらご視聴ください。はい、では VTR スタート。はい、こんにちは、カービーです。今日4月の17日ですね、田植えの準備をしようと思いまして、種もみの準備をします。もみの状態で保存してある、お米です。まあ、もみの状態で、ね、保存しておくのがね、まあ、保存も一番効くし、酸化しないからね。で、種もみとしても使えるのでね、ここから選んでやっていきます。とね、3つ今作ってまして、昨年3つ育てました。コシヒカリは、田んぼとか、山の師匠です。畑の師匠ですね。その方から、受け継いだ、種もみを分けていただいて、年々こう、育てているコシヒカリです。で、品種的にはコシヒカリだと思うんですけれど、多分ね、ピースファーム0号地の環境でずっと栽培してるやつなんで、おそらく、ちょっとね、固有種的な感じになってるんじゃないかなと思います。環境とかによってね、だんだん変わってきますしね。で、近くで僕、ハッピーヒルとかも育ててるんで、まあ、多少混ざってきてんじゃないかなっていう気持ちもちょっとあります。うん。はい。一般的なコシヒカリとちょっとやっぱ違います。うん。で、味はね、まあ結構うまいんですよ、これがね。一つ目、コシヒカリはうるち米。普段食べる白米です。で、二つ目はこっち。これ、ハッピーヒルって言って、自然農法をやられてる方とか、まあそういうことをちょっと学んだ方には、かなり有名なお米です。福岡正信さん、自然農法の開祖。と言われるレジェンドですね。その方が、なんだか日本のお米とね、どこだったかな、ビルマだったかな、まあ、東南アジアの原産のお米なんかを掛け合わせて作ったオリジナルの品種、それを固定したものがハッピーヒルです。で、このお米のすごいところは、その自然農法に特化したお米でして、これね、嘘かまことかわかんないんですけど、その自然農法、観光農法でやったらかな、肥料とかをしっかりあげて育てれば、もう、一旦あたり10俵取り、10俵以上取れると、ポテンシャルがあるらしいお米です。私はとてもそんな風に、そこまでは取れないけどね。で、一般的な観光農法の田んぼ、農薬とかね、肥料をしっかり使って育てる普通の田んぼですね。の一般的な収量が、まあまあよくでき、普通、ちょっといい感じにできて7俵と言われます。だいたい6俵から7俵ぐらいかな。なので、まあだいたい400キロから500キロぐらい取れれば、まあまあ普通のお米って感じです。はい。それが基準になりますね。なので、それよりもたくさん取れると。その、収量性、要は強さとか、たくさん取れる多収穫性っていうのかな、に特化したお米となると、味がね、若干落ちます。若干というか、正直ね、あんまり美味しくない。まあ、ハッピーでそんなに美味しくないよねっていうのが、僕ら育ててる人間たちの間でも言われることです。はい。ね、結構ね、ちょっとパサパサする感じですね。タイ米とかに近いのかな。だからまあ、よく言えば、おかずが映えるお米。近年のね、お米ってその甘みとかを増えるように品種改良してあるんで、お米だをそのまま食べても美味しい。お米そのものの食味を向上させてるっていうのが近年の品種なんですよ。コシヒカリなんかがまあ、特にそれですね。ちなみにね、雑学として、今どうかな？ちょっと前まではね、全国で栽培されるお米のうち、7割がコシヒカリ。
の系統と言われてました。まあ、他に有名なとこだと、まあ、東北の秋田小町とか、笹錦がね、東北の震災でね、だいぶ生産農家さん減っちゃったらしいですけれど、まあ、そういったものとか、まあ、一目惚れとかね、いろいろありますね。北海道だと夢ピリカとかありますね。北海道のお米最近美味しいらしいですよ。どんどん、その、食味が良くなってるんですよ。やっぱ、北海道は今米すごいよね。昔は美味しくないって言われてあるんだけど、まあまあ米トークはね、ちょっと長くなっちゃうんで適当に切り上げますけれど、な感じで、まあハッピーヒルも育てます。うん。まあ私がそんなに種類の差がないかな。ただね、ハッピーヒルね、藁がね、長いんですよ。けれど、ちょっと縮尺的なイメージでいくと、コシヒカリの藁がこんなもんだ、稲がね、こんな高さだとすると、ハッピーヒルもう少し長くて、これぐらいな感じなんですね。私の立った時に胸ぐらいだから多分、120センチぐらいかな、ハッピーヒルは。コシヒカリはまあ1メートルぐらいって感じ。うん。で、コシヒカリってそういう風にこう風で倒れにくいように背が低く設計されたんですよ。そういう風にも品種改良されてます。うん。風で倒れちゃうとね、その収量がやっぱ落ちるし、食味も落ちちゃうんで、そういう風に品種改良されていたのはコシヒカリ。で、ハッピーヒルはまあ長くなると。草丈もでかくなります。はい。で、私、その、しめ縄作ったりとか、あと農業資材としても藁を使うので、藁はね、長い方が結構嬉しいんですよ。という理由から、ハッピーヒルも一応育ててます。うん。で、味の違いなんかもあるし、ね、結構、屋外イベントでね、羽釜なんかで炊くとね、割と美味しく炊けたりできますしね。あとは、ね、ナチュラル系が好きな方には結構喜ばれます。味とかよりもやっぱハッピーヒルっていうのはまあ、一種ブランドみたいになってるのと、あとはね、糖質が低いのかな？だから、健康面でもこっち、ハッピーヒルがいいんじゃないかっていう方もいますね。うん。私あんまりそこまで考えずに、単純にお米が好きなんでね、コシヒカリ有名だと思って食ってますし、なんせお米の国の出身なんでね、コシヒカリはちょっとね、誇りを持っております、勝手ながら。はい。まあいいや。ほんで、三つ目、よっこいしょ。こちらがね、白毛餅といって、これいつかな ?2017 年に、長野県のね、安曇野の、うすいさんのところ、うすい健二さんのところにいて、少し分けていただいた、白毛餅という長野県の伝統的な、もち米の品種です。これね、すっごいこう、藁が長いんですよ。去年育ててね、僕のこう、顔ぐらいまで稲穂が来るんですよ。だから140センチ、150センチぐらいまで行くような品種です。うん、非常に背が高くなる。うん、面白いですよ。で、そんだけ高いんで、やっぱね、台風で、ね、折れました。うん。倒れちゃった、折れてしまったんで、去年台風強かったからね。それで、まあ、取れた量は、まあ、少ないんですけれど、種もみとして取るには十分なので、今年はね、田んぼ私、今、山で二つやってるんですけど、まあ、稲、これをちょっと増やそうと思います。で、もち米ってやっぱ使うんですよ。餅つきよくやるんで。で、普通のお米なんかはね、まあ、普通に、うちの実家からも送ってくれたりするんで、うん、世の間のコシヒカリが届くんです。はい。なんで、そういったものでもいいかなと思うんで、ちょっと凝ってるところで半々ずつ育ててみようかなと思います。だから、でも割合的には1対1ぐらいで育てようかな。まあ、とりあえず種の保存ということも含めてコシヒカリも育てていきたいです。で、ハッピーデーなんかはね、友達、百姓仲間の宮本さんが育ててるんでね、まあまあ、いざとなったら分けてもらえばいいと。ということで、今から、種もみを選別をしていきます。塩水栓、塩水栓ですね。塩。これで、何パーセントかな？まあ、だいたい 7%、うん、塩水が濃ければ濃いほど、物が浮きやすくなるわけですね。比重が、水の比重が重くなるんで。なので、そうすると何がいいかっていうと、重たいお水を作ることで、その中に投入すると、中身が詰まってない軽い稲もみが浮いてくるんですよ。真水の時よりもいっぱい浮いてきます。比重が高い、ものが浮きやすいお水になったとしても、しっかりと沈んでるお米っていうのは中身が詰まったいい種もみになるわけですよ。そういったものを選んでいく作業をします。これ何かっていうと、真水に生卵を入れると、こうなります。まあ、完全に沈むわな。これが、塩水だとやっぱ浮くんですよ。1.13 の比重だとどれぐらい浮くかっていうのは、はい、これに入れると、こんな感じ。わかりやすいのかわかりにくいのか。これぐらい浮いてます。なんかね、ほぼ真横になるみたいですけど、これやっぱ気泡が入ってる方が浮いてるね。こんな感じ。頭がぷっかり出るか。
じゃあ、やっていきます。ここお風呂場、見けどいて。まずね、これが1キロほど種もみを取ってきました。これを使います。オケで、真水で洗います。真水で、ザーッと流水で流して、ざっくりと、ふるい分ける。そうです。そんで、分けてから、塩水でやります。もういいで、結構ね、塩水がね、濃いですね。うるち米の場合は、うるちは普通のお米ですね。の場合は、1.13 の比重。水がまあ 1.00 だとして、1.13。これね、免許やめて。塩分濃度で考えると、20% ぐらいになるんじゃないかな。さっきね、サイトで見たところ、1.13 の比重の塩水を作るためには、水20リットルで塩5キロ。だからそんなにいっぱいいらないんで、4リットルでやります。4リットルの水に対してだと、5分の1だから1キロ。はい。で、ちょうどね、塩ってだいたい1キロで売ってるんで、それを全部溶かして使ってみようと思います。これがまずね、こいつはハッピーヒルですね。ハッピーヒルの種もみ。これをまずね、ここにザーッと入れます。で、これに水をザーッと流して、軽いやつをどかしていくわけですね。これで流水を当てて流していきます。これで、やりにくいな。よいしょ。ザーッと混ぜて、表面に浮いてくるんで、これを取っていきます。これに開けていくよ。で、こう何回かこう、ぐるぐる混ぜます。で、これで、下にね、押し重なってるやつがね、浮いてくるんでね、ほら、また浮いてくるでしょ。これをすくって、取っていきますね。で、これ、あらかた取れたら、いよいよ塩水栓、塩水栓かな に移っていきます。ほい、これも水がね、4リットル入れてあります。それ、ここに、塩、1キロ、入れます。なんかちょっともったいない気もするけど、まあ、これも美味しいお米のためや。ザーッ。よいしょー。で、混ぜまーす。おお、溶けるもんですね。なくなってきた。あ、まあ、でもまだあるわ。これ溶けきんの？冷たい。ちょっと冷たい。いやー、しょっぱ。冷てぇ。ちょっとこれ置いといて、真水でまず洗い流して、こっちを水切っておこうと思います。これで水を切っておきます。ちなみに、ここには、可愛いのがいる。みけさん、はい。はい、で、こちらの方は、溶けたかな？あ、溶けますね、やっぱり、ちゃんと。いやー！海水の火じゃないくらいしょっぱいです、やっぱり。あー！で、溶けました。で、ここに、多分、まあ、ちょうどいいくらいじゃないかな、1キロの種もみを選別するんだったら。ちなみに、この塩水はね、使いますんでね。いきまーす。せーの。ドーン。あ、めっちゃ浮いてる。やっぱだいぶ浮きますね。でね、よし、これをすくっていきます。あ、めっちゃ浮いてるじゃん。1センチ、2センチぐらい表面に、ね、層になって浮いてます。あ、もったいないぐらい。すごい減るな、これ。うわー、全然残らんの、これ。半分以下になるな。だいぶ、落ち着いたかな。さっき沈んだのがね、こんな浮いてると面白いな。さっきの卵を見るとね、沈んだものがね、浮くぐらいの浮力を持ってるんで。まあ、それは大量の稲もみも浮きますわ。エリートだね、この中に残ってる。なんせ、3種類やらなきゃいけないからね、塩水を節約しないと。ほい、よし、水切れた。あ、でも半分ぐらい残ったな。これね、こっちが塩水栓の結果のことです。こっちがね、さっき、塩水栓で浮いたやつね。半分ぐらいあるね。ってことだいたい1キロで500グラムぐらいかな、うちのハッピーヒルさん。で、これはね、こっからもう水につけて、吸水させて芽を出させていきます。で、とりあえず一通りこれで塩水栓は終わりです。あと2種類も同じようにやります。はい、で、こういうみかんネットみたいなやつ、こういうの、まあ、売ってるんですよ、ホームセンターとかで。じゃがいもとか入れるためにね。で、こういう、これヨーグルトの、空き容器ですね。プラスチックとか牛乳パックでもいいと思います。耐水性のあるものに、日付と、まあ、品種の名前入れて、入れときましょう。これでね、わかんなくならないはず。消えなければね。で、この中に、
移していくわけですよ、この方は。はい、これを移していきます。まあ、大きいんでね、この中にそのまま入れちゃえばいいけど、ざっと。で、口を、もっさもさになってます。これで、流水につけておきましょう。水が、なんだ、動きのない水だとね、腐ってくるんでね。できれば、小川とかに沈めておいた方がいいです。ただね、うちの山の田んぼのとこだとね、水が枯れたりするんでね、今回はちょっと水道でやろうかな。まあ、常にかけ流しとまではいかないけど、こういうふうに水を入れて、ちょろちょろと、まあ、かけ流しにしておくか、まあ、一日数回、水を変えて、まあ、水の中にね、酸素を供給してあげなきゃね、いけないとは思うので、まあ、まあ、そんな感じでつけておこうと思います。でちなみに、積算温度っていうものがあって、積算温度が100度になると、その、芽が出始めると言われてます。ただこれ品種にもよるんですよ。白毛餅なんかはね、原種に近い生活なんけど、かなり早く芽が出てきます。よし、じゃあ、他のやつをやっていきます。うん、